ほう。派兵。ほむほむ。な、どうしたんだ、先生。今マスター序盤の防具をそれぞれ見てる感じ。その心の声が漏れてるんじゃない？いやフロンティアと比べちゃあかんからそこは別問題として、ここまでぶっ壊れ装備なのはなかなかないな。すんごい興味津々のご様子。いやこれは興味も湧くさね。初期でこのスキルだぞ。パッケージでここまで充実させるのはとても良き。これは追加防具にも期待できるな。そしてフロンティアのモンスターも出るってなったらがぜんやる気出てきた。燃えておりますな。じゃあどうするか。あ、私抜きでやってて。私ソロ専用のクエストやりたいからさ。じゃあ先生と俺、サイガミレイカで。うむ、進めるとしようか。あ、そうだ、先生。レイカが被弾が不安だから防具作りたいって言ってるんですけど、先生はどうします？あ、そうだな。大型モンスの被弾ダメージで作るかどうか考えるよ。まあどちらにしろ素材はいるしな。レイカちゃんの装備作成がてら行くか。そうしますか。てや、密林あるじゃん。うわ懐かしい。今作から再登場したマップですよ。マジで懐かしい。なあここの最終ツアー行かせて。そうしますか。ここまでテンション上がる先生初めて見たかも。私も一気にドーンとテンション上がるのは初めて見たわ。いやー、懐かしさと新しさを感じる良きマップでございました。絶対今先生ウキウキしてるわ。よくわかったね。さてモンスターの方は、今のところ上位の頃と変わってないか。んと、どっかで亜種が出てくるんですけど、どこだったっけ？キークエストやってたらすぐ出てくると思うよ。どうだ、レイカ、防具作れたか？もうちょい素材がいるかな。じゃ、他のフィールドのマップ埋めも兼ねてクエストに行きますかね。だなぁ、さっさとみんなに追いつきたいところ。だいぶ余曲折ありますよ。私は裏ボス倒してハンターランク上げてるけど、サイガもトーマも裏ボス間近だから、追いつくの大変だよ。ソロでやっときゃなんとかなるっしょ。あ、そうだった、この人フロンティア出身でもあるんだった。素質というか熟練度に関しては圧倒的に俺らより上だしな。なんならリンより上な可能性あり。ふん、負けないもん。だ、そうでっせ。拗ねたね、リンちゃん。別に拗ねてないし。負けず嫌いなのはどっちに似たんだか。確実にお父さん。俺か。狂気に勝つためにこそ練してたくせに。そういうのは子供たちの前では言わないものだろうがよ。もうそれ認めてますやん。言われてやんの。ぐぬぬ。はよクエスト行くか。話そらした。そらしたな。そらしましたね。とほほ。ただいまさん。あ、お母さんおかえり。うえい、あっちいな。あ、お父さんおかえり。お、霊夢に列画が帰ってきた感じか。霊の声が聞こえる。あ、グループ通話してんのか。そうだよ。先生たちとゲーム中。泊まりまでしてもらって、ゲームにも付き合ってくれてんのか。悪いわねえ霊。ガキンチョどものお遊びに付き合ってもらっちゃって。別に構やしねえよ。俺がしたいだけってのも含まれてっから。あ、そうだ。子供たちにあの事件の話をしたよ。マジで、まあいつか話さなきゃとは思ってたけど。みんなどう感じたんだ。グループ通話で語るのはちょっと長くなりそうというか。なんとも言えない話なんで、ここでは多くは言えないかなと思います。まあ、それもそうか。邪魔したわね。続きやっちゃって。さてと、なんだっけ。クエスト行こうって話ですね。ああ、そうだった。マップ埋めって面倒だね。まあまあ、そこは仕様だから。ああ、もうこの難易度がソロ専用なのマジで面倒。重要調査でもやってんのか。そう、てかなんで3人なのよ。4人パーティーで行かせてほしいわ。まあそれも仕様だから。なんだよ重要調査って。ソロ専用のクエストでして、仲良しになったキャラと一緒にクエストに行くことができるんですよ。NPC とクエストに行くってことか。そういうことです。絶対雑魚 AI だろう。それがそうでもないのよ。ほら、全キャラ解放してるからスキル見てみて。どれどれ。スキル構成やばくねえか。ていうかマナ弟子が口癖の師匠さん全部の武器使えるの。バケモンか。しかも攻撃頻度に回復頻度、どういうタイプの狩りをするかも見れるよ。もしかして粉塵使ってくれたり。うん、ついでに言うと挿入もしてくれるよ。雑魚 AI じゃないゲームってあるんですか。
さ、最近のゲームは NPC 結構賢いと思うよ。わお。先生今日テンションの上がり方すごいね。それな、なんか字悪る？なんか時々先生ってこと忘れそうなんだよね。近所の優しいお兄さんって感じがしてきた。お兄さんって年齢なのかな？ふおー、だいぶ進んだ気がするな。お、緊急クエスト来た。お、どこら辺のクエストだ？ここ。お、そこはちょっと面白いよ。面白いのか。ふーん。レイカと先生が初だから。あれ、姉御さんついてくるって言ってるぞ。受けてみてのお楽しみですね。どうなるの？さて、どうなるでしょう。とりあえず、普段通り姫様のところに行って受注すればいいんだよな。うん、そうだよ。そして左上注目しててね。左上な、オッケー。さて、クエスト開始っと。え、ちょい待って。5人いねえか。私のところもそうです。そういうことです。マジでついてきます。そしてまさかの上限突破して5人での狩猟になります。うわお。で、ステータスってさっき見せてくれたやつなんだよな。あーうん、そうだと思うよ。小屋ぬるゲーになるぞ。まあ完全初見のモンスターだから動作観察が主になるが。てかめちゃくちゃ喋ってるし。なんかもう見るからに頼りになりそうな。さて今作の NPC はどこまでやれるのか、確かめさせてもらおうじゃねえの。と。こいつが今回のターゲットねえ。まあ、こついな。さて今回も華麗なフレーム回避を見せてもらえるんでしょうか。見物でございます。どこぞの実況者かお前。サイガ、立ち回りは先生とレイカ主体で行くようにしようぜ。じゃねえと意味ねえからな。ま、いいだろう。長引かせれば、NPC の実力も見れちゃうだろうしな。頑張らなきゃいけないやつね。今後もしっかり活躍してもらわなあかんのやから、このくらいやってもらわねえと。まあ先生なら余裕だろうけど。ふむふむ。四足歩行だが前足二つに装備するような動作で、それを爆発させつつ自分は飛ぶと。鈍重なのか俊敏なのかわっかんねえなあこいつ。後ろ足にいた方がいい感じですね。前足での投げ払い結構な範囲です。普通に横に回避しても当たりますよこれ。だな。カウンター系があれば重宝しそうだな。こいつ相手には。でもそれだと V 破壊がなかなか狙えないかな。立ち回り難しい。レイカちゃんモンスターの分析コント上手くなったよね。それな。ちゃんと自分の立ち回りがわかるようになってる。マスターランクに挑むには必須なことができるようになった。これはいいぞ。褒めても何も出ないって。いや本当のことだもん。今後それが活かせる時が来るから。どんなモンスターでもそれができるようになるとよりいいよ。そしたら武器によっての立ち回りもわかるようになるから。どんな相手でもか。瞬間移動とかされたら無理かな。あ、それは。それもできたらもうベタ褒めだよ。こいつら絶対なんか隠してるわ。作戦を思いついた。なんか姉御さんがどっかに行っちまった。お、来たね来たね。よく見てごらんなされ。よく見ろって言っても。どんどんターゲットから離れていってるけど、他の大型モンスターのところに行ってら、何やってんだ。さっき私、なんて言ったか覚えてる。あ、粉塵使うこととか、あとは、そういうする、とか、はい、ちょっとなんでそういうマークついてるの。はい来ましたわ、つよつよ NPC の力を発揮するときが。マジで連れてきやがった。え、何？マジでできるの？俺正直嘘だと思ってたぞ。ふふん、どうだ、今作の NPC なかなかやりおるだろう。これで失敗とか。いやしてねー、普通にターゲット倒してるし。いやー、正直舐めてたわ。某ゾンビゲームの AI とかマジでポンコツだったから、そのイメージが強かったけど、これは認識を改めないといけないやつだな。いやー、このリアクション待ってたわ。俺も。何気に V 破壊までして帰っていった。あら本当だ。いえ、このままやっちまえ。いけいけ。あはは。なんか波乱万丈。はい、トーマとサイが時間稼ぎありがとさんねー。もう普通通りやっちゃっていいよ。モーションはほぼ全部やっちゃってるから。あ、もう遠慮なくていいのね。はいよ。ちなみにこいつの防具は使えるのか。あ、私双剣しか使わないから眼中になし。あ、サイですか。
じゃあもう倒すか。